はははは。皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。私もよろしくお願いしますということでありがとうございます。改めましていちかひかりと申します。本日ですね、今年入って初の、まあ、ストリートライブもそうなんですけど初ライブになります。皆さん寒い中ありがとうございます。ぜひね、日曜日の素敵なこの一日の幕開けに、一緒に音楽を楽しんでいっていただければなと思います。今日はね、このストパホさんのイベントなんですけれども、なんと4回目の出演となりまして、最多じゃないですか。私そんなことないかな、多分最多ですか。あ、うんうんといただきました。最多出演者としてね、精一杯今年一発目を盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いします。では1曲目に、オリジナル曲のソファーという曲を聴いていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとね、最後に答え合わせしようと思うんですけど、とあるなんて言うんですか、仕掛けじゃないの、ネタがありますので、最後に今日の瀬戸りはどうでしたって皆さんに聞くんで、ちょっと考えてみてください。はい、では早速1曲目ソファー聴いてください。カラオケ配信決定でありがとうございます。そう、先日からソファーがね、カラオケ配信しました。よろしくお願いします。シミのついたソファーで今日も僕は眠りにつく。今でも君を感じたくて、ソファーから起き上がるのとは怖くて、二度とかに抱く君がいつのか僕にとっちゃスミンティー。ああ、何見ても思い出すじゃん。おいおいし、あの頃を思い浮かべてしまうのはなんかバカバカしい。ありがとうございます。はい、ではね、続けて今日はちょっととある瀬戸りの感じになっているので、皆さん答え合わせを最後にしましょう。
じゃあ新年一発目のカバーはこの曲で。
2023年一発目のカバー曲は月見草という曲でした。おととしね、いろんなことがあってとっても私にとって大切な曲なので一発目はこの曲かなと思い今日歌わせていただきましたが、皆さん改めまして千葉県出身シンガーソングライターの市川ひかりと申します。よければね、この後もスタバホさんのイベントで歌わせていただきますので残り20分ほどかな、ぜひお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。昨日手袋を入手したんですけれども、指紋がさ、指紋じゃない、タッチできないからさ、いちいち外すっていうね。えい、皆さんお正月はゆったりと過ごせましたか？何しました？仕事？めっちゃ声でかかる。仕事？それはお疲れ様です。お疲れ様。仕事だった人？あ、結構いるんですね。お家でのんびりお餅でも食べた人？あ、いいね。今年まだお餅食べてないな。それは食べなきゃ。お蕎麦食べました？聞こえてよ。馬刺し食べたとか言ったでしょ誰か。そう、私馬刺しが大好き。馬刺しを食べてました。馬刺しはいいよ、美味しいですからね。なんだっけ。じゃあ次は奇跡という曲を歌いたいと思います。あのグリーンさんのね曲なんですけれども、皆さんご存知ですよね多分ね。奇跡奇跡、ハウって言ってる。ちょっと待ってね、ごめんなさいね、見つからない、見つからないわ。あれで、あったあったあった。じゃあ皆さんよかったらぜひねクラップを一緒にしていただけると嬉しいです。クラップクラップクラップ、寒いんでね一緒に温まっていきましょう。クラップクラップ、ありがとう。後ろの方の皆さんもよかったらぜひね、ちっちゃくてもいいのでちっちゃなクラップでも聞かせてください。明日今日よりも好きになれる、溢れる想いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。いいね。君のくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡、僕らの出会いがもし偶然ならば、運命ならば、君に巡り会えたそれって奇跡。二人寄り添って歩いて永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃん、まだ足りないけど、それで今すべて幸せですと、いつも君の右の手のひらを、ただ僕の左の手のひらがそっと包んでく、それだけでただ愛を感じていた。日々の中で小さな幸せ見つけ重ね、服に歩いた奇跡、僕らの出会いは大きな世界で小さな出来事巡り合えた、それって奇跡。間近な日だって二人でいれば晴れたって、強がりや寂しさも忘れられるか、僕は君でなら僕がいれるから、だからいつもそばにいてよ、一時に君に二人ふざけ合った帰り道、それも大切な僕らの日々、
思いを届けと伝えた時に初めて見せた表情の君、少し間が空いて君がうなずいて、僕らの心満たされてく愛で、僕らまだ旅の途中で、まだこれから先も何十年続いていけるような未来へ。ありがとう。しないそぼり僕らだったとして、お二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃなら足りないけど、それで今せって幸せですと、うまくいかない日だって二人でいれば晴れだって、喜びや悲しみも全て分け合える、君がいるから生きてゆけるから、だからいつもそばにいてよ愛しい君へ。最後の一秒まで時を超えよう、君を愛してる。ありがとうございます。皆さんの素敵なクラップがとってもとってもいい感じで温まりました。ありがとうございます。じゃあ次はね、最近ちゃ最近の曲かな、ユーリさんのベテルギウスという曲を歌いたいと思います。ここら辺までで気づき始めたかな、気づいてない、まだ気づいてない、今日の瀬取りが何の瀬取りかまだ気づいてないかな。空にある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた、まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる、それを泣いたり笑ったり繋いでいく、何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が、もし自身も忘れた頃に僕らに届いてる、僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束をしな、遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法、僕ら肩並べて取り合って進んでく、辛い時だって泣かないで誓ったら、もう遥か遠く終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう祈りが、記憶をたどるたび蘇るよ、君がいつだってそこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでいく、何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が、僕自身も忘れた頃に僕らに届いてる、僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって、二人だって約束をした、遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに
繋ぐんだろう。どこまでいつまで生きられるか。君が不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線を繋ごう。僕は見つけ果てた繰り果て同じ空輝くのだって。二人だって約束をした。遥か遠く終わらないベテルギウス。誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでく。辛い時だって二人だって誓っただろう。遥か遠く終わらないレテルギウス。君にも見えるだろう。祈りがそれにある何かを見つめてたら、それは星だって君が教えてくれた。ありがとうございます。ゆりさんのベテルギウスという曲でした。皆さんクラップありがとう。とっても嬉しかったです。じゃあ続けてね、バシバシと参りますよ。そろそろ分かってきたかな。では冬と言ったら私はこのアニメーションなので歌います。インツーズヤンの Woo!
はい、ということで一発ねガスとかわしたくて歌ったんですけど息切れがすごいね。じゃあちょっとこの後は皆さんも一緒に乗れるねあったかい曲歌おうと思います。ではチェリーという曲をスピッツさんの歌います。この曲もよかったらぜひクラップで一緒に楽しみましょう。2023でもねぜひよろしくお願いします。改めまして、いちかひかりと申します。買う名前歌声すべて覚えて帰っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。私は今日本当にねありがとうございます。ラストの曲は最近ちょっとお箱になりつつあるんですが愛の形という曲で締めたいと思います。皆さん今日の瀬取りは何だったか答え合わせしましょう。気づいた人、あ、すごい
ての曲名がかえ、待って、しゅんくん言ったんじゃない、あんた。ちょっと、言ってない、本当言ってない、あ、うちのスタッフなんですけど。言ってない、垂れ込みしてない、大丈夫、すごい、はい、正解出ちゃいましたが、今日のセットでは全部カタカナで攻めてみました。考えたところオリジナル曲はソファーしかカタカナがなかったんで、ちょっと入れようがなかったという感じなんですけれども、惜しいね、ポップコーンとペットボトルとだけひらがなっていうね感じなんでね、ちょっとね失礼いたしましたっていう。じゃあ最後は、MISIA さんの愛の形で締めたいと思います。2023年ね始まったばかりですけれども、今年は、ZEP ダイバーシティ東京でワンマンライブもあったり、ツアーものなどしもあったりするのでね、皆さんぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ね、いつの間にか気づいたんだ、愛にも仕方違ってそれがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知る、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を作ってしまうね。あのね、大好きだよあなたが心の中で広がってくたり、愛が溢れ
ありがとうございます。じゃあちょっと恒例のね集合写真を最後撮って終わりにしようかなと思います。今日はねカメラ陣が多いんでちょっとこっちに振り向くの大変かな。大丈夫かな、いける、いけます。ちょっとさっとやってさっとやってさっと行きましょう。ありがとうございました。